はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュートです。さあ本日なんですが、ダークリベリオンエクシーズドラゴンやっと降臨しましたので、デュエルリンクスにも使っていきましょう。ダークリベリオンエクシーズドラゴン、あまりにもかっこいい。多分召喚工場、多分このモンスターよりかっこいいモンスターいないですね。はい、愚鈍なる力に抗う反逆の牙ということで、このモンスターを今日は活躍させていきたい。ちなみにあのプレミアム加工を私引きました。優勝しました、ありがとうございます。デッキとしてはですね、ファントムナイツデッキですね。ユート3月から、まあ、ちょっと私はのファントムナイツ OCG でもちょっと組んでないので、回し方若干対戦中怪しいところがあるかもしれませんが、スキルはですね、ファントムタクティクスっていうこのスキルですね、これを採用しておりまして、これが一番強いと思います個人的には。というのはファントムナイツモンスターを一体墓地を送るとデッキ外から、ファントムフォックブレードっていう OCG でも最強カードですね、はい、これをデッキの一番下に追加するよと。でこのスキルを使用したターンは一応縛りがあって、自分が特殊召喚できるランク4以上のモンスターが闇属性の戦意族かドラゴン族のモンスターのみになっちゃうよっていうのと、あとこのスキルはデッキのモンスターが戦意族闇属性モンスターのデッキを設定してデュエルを開始した場合にデュエル中一度使用できるよっていうことなので、戦意族闇属性モンスターのみで固める必要があるんですね、デッキの中を。なんで、まあ、一応ファントムナイツって結構一応相性がいいカードがたくさんあって、まあ例えばまあ、サイコビルダーとかサイコトラッカーレベル3のモンスターですね。あ と、デスガイドとか、それから、クレーンクレーンとか、あと悲願とか、まあ、そういうね、モンスターたちとは結構相性がいいという話があるんですけども、 OCG の方ではね、こちらのリンクスでは、ね、この好きの縛りがあって闇属性戦意族じゃないといけないので、そういった、まあ、汎用カードは使えないということで、一応見つけたのは、影武者ナイトっていうこれですね、レベル3モンスターの召喚に成功したら手札から特殊ができるよっていうモンスターでレベル3なんで、まあ、結構ねブレイクソードを作っていきやすいと。でまあ強いブレイクソードが、汎用ランク3、これあのダイヤウルフみたいな効果持ってて、あスクラップドラゴンみたいな効果持ってて、自分のフィールド上のカードと相手フィールド上のカードなんか1枚ずつ選択してそれを破壊できると。でさらにこいつが破壊されたら、墓地にファントムナイツモンスターがいれば、2体ね同じレベルのやつがいれば、そいつらを特殊召喚しながらレベルを1個上げるよっていう効果を持ってるんですよ。だから、基本的な動き方としては、まあ、あの対戦見ていただけば分かるんですけど、ブレイクソードを出しますと、展開してレベル3を出しまして、でブレイクソードの効果でブレイクソード自身と相手のカードを叩き割っていく。で叩き割られると、ブレイクソードの効果で、レベル4になってファントムナイツが出てこれるんで、レベル42体で、まあ、デッドリーシンとか、ベルタナトスとか、ダークリベリオンエクシーズドラゴンを出して、まあ、殴っていくと。でさらに、ファントムナイツっていうのは得意技がやっぱ、ね、墓地からの効果なんですよね。例えば、サイレントブーツであれば、これ本当 OCG とかでも環境カードなんですけども、これ、ゲームから除外するとデッキからファントム魔法トラップを、回収できると。だからさっきねあのスキルで入ったファントムフォックブレードとかも回収できますし、あとこのファントムソウルとか、まあ、ファントムナイツツームシールドとかも回収することができると。で、こいつは墓地から除外するとファントムナイツカードを手札に加えることができるんで、これがモンスターを持ってくることもできますと。でさらにラキッドグローブは墓地から除外するとデッキからファントム魔法トラップを墓地を組んで、これファントムソウルとかがねこれ墓地から除外すると墓地のファントムナイツモンスターを特殊召喚できるよっていうことを思ってるんですよ。だこれで1回破壊して使ったブレイクソウルとかを回収とか特殊召喚してワンキルつなげていったりっていう動きが、ね、一番強いかなっていう感じですね。まあ、これ3枚いるかどうかちょっと怪しいし、あとトゥームシールとかもいるか怪しいんだけど、だからこれトラップカードの効果を、ね、無効にできたりするんですよね、これね墓地から除外すると。まあ、墓地をこれ単に発動できないんだけど、これが結構ね、まあ、狡猾とか、まあ、カナディアとかデモンズチェーンとかの効果を無効にできるのが結構強いので、まあ、1枚は入れておいた方がいいのかなと思って一応入れてます。はい、で、あとはね、まあ、なんか単純にその破壊耐性が付与できるファントムソロとか、まあ、デモンズチェーンですよね、汎用的に使える。デモンズチェーンは場に残るんで、まあ、ブレイクソロの効果と相性がいいかなと思って一応入れてます。あとサイクロンですね、はい、まあ、バック除去はどうしてもねサイクロンとかがないと月の書とかカナディアとかデモンチェーンとか全部踏むんですよ。なのでこの辺のカードをまあサイクロンで除去していきたい。もうちょっと増やしてもねいいかなとは思ってるんだけど、まあ、ちょっと今のところ2枚にしてます。はい、この辺のちょっと微調整は皆さんにお任せしますが、とりあえずめっちゃかっこいいブレイクソロからブレイクソロぶっ破して後のダークルベリオンっていう動きを見せていきたいんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイいや操作量えぐいからな。見せてやるぞ。キレイ
実況してる場合ではないっていう、でスキル発動ファントムタクティクス、こうしてで、これはダスティーローブ効果で展開に使うんでサイレントブーツで、ラケットグローブ召喚サイレントブーツ特殊で、ダンテですね、ダンテ、いやこれ難しいマジで、でダンテでしょ、でダンテ効果でサイレントブーツ切って3枚をちょっと OK で、サイレントブーツ効果でまず切り手持ってくる、モンスター効果発動、はい、でラケットグローブの効果使っていいんだっけ、ラケットグローブの効果は別に使っていいか、ラケットグローブの効果でトラップ封じるやつ落としとく、トラップ封じるやつ落としといて、こうしといて、でデモッチトックブレード、これでどう、これはさすがに強いでしょ、これはさすがに強いでしょ、これ多分ギャラクシーサイクロンとか1枚打たれても1枚残ってるから、はい、サイファーツイン、あやばいサイファーだこれ残儀の用意はできてるかって言われるやつ、俺ラプトル、いやこれ出てきた、出てきたサイファーでいい、これはこれは出てきたサイファーでいい、サイファードラゴンにデモンシーンかなんかでいい、これは多分これは熱い、この対戦はデッドリーシーン、はい、シーン効果ね、フォックブレードでいいかな、フォックブレード、フォックブレードで良さそうかな、フォックブレードで良さそう、ラケットグローブね、フォックブレードで、あ、え、あーそういうことか、コアベージ、あーなるほどね、オッケー、いいよ、ちょっと考えますね、これ別に通してもいいけどな、墓地にラケットグローブが落ちてて通しても別にいいけど、まあでももう一回効果使えた方が強いか、キリケン、いやでも1枚吐かされて、いやさすがに使った方がいいか、使おう、フォックブレード、とりあえず効果無効にしていく、効果無効を攻撃できない、表示形式変更できない、はい、ビリビリしていく、サイファーツインラプト、オッケーです、先はキリケンがいい、ありがとう、サンキュー、使い終わったら落として蘇生がある、オッケーオッケーオッケー、了解了解了解、でラプトル効果了解です、それもいいです、でラプトル効果でサイファーが出てくる、ね、はい、でサイファーバイブレーン、オッケー、でバイブレーン効果でレベル8にしていくと、オッケー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 、いいよ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 、そこまでいいよ、ハク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 、オッケー、了承了承です、で2体でエクシーズサイファードラゴンね、なんかどっかでサイファー縛りつくんだよな、こいつだっけな、こいつがサイファー縛りつくんだけど、確かターシロジマで自分はサイファーモンスターしか特殊ができない、だレベル8モンスター2体でオーバーレイト、きた、きたこれ、きた、ショッケいいだろ、ハーク、いいよ、パクるってか、デモンズチェーン縛りつけていく、お前のモンスターはすべて俺のカードで縛りつけていく、バリ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 、よし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 、トラップカードは封じれる、これは強い、あとは俺が間違えなければいける、ダスティーローブ君か、ダスティーローブ君来ちゃった、なるほど、ちょっと一回展開に使えないとやばいので、まずダンテの効果発動する、ダンテの効果でラキッドグローブウォッチを送りながら、カードを3枚墓地送っちゃっていいや、フルルって言って、はい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 、 OK ですよ、いいですね、非常にいいですよ、でまずファントムソードの効果発動していいのか、待ってサイレントブーツ持ってくれるか、サイレントブーツ持ってくれないな、
ちょっと難しくてわからない また時間がなくなりそう。ファントムソード効果、ファントムソードの効果発動、サイレントブーじゃなくてこれはラキッドグローブで特殊召喚していく。で、ダスティーローブ召喚で、ここで2体でエクシーズブレイクソード、オッケー。ほんで難しくね、このデッキ。死ぬほどむずいんだよこのデッキ。キリケンついてると殴れないからオッケー、オッケー。ここはトゥームシールド効果、トゥームシールド効果で奈落の落とし穴は無効にしていく。よし。で、ブレイクソード効果、ブレイクソード効果でこれは自身を割ろう。自分とこっち割って、でブレイクソードの効果発動。ブレイクソードは墓地からレベル3のモンスターを2体特殊召喚することができる。サイレントブーツとラキッドグローブを特殊召喚させてもらうぜ。残り時間は45秒。やばいやばい、漆黒の闇よりグトンなる力に抗う反逆の牙、今降臨せよ。ラッキオン、ダークリベリオン、エクシーズドラゴン、ダークリベリオン、エクシーズドラゴン。召喚ムービー見ます。時間なくなったって知るか。俺ら召喚ムービーを見るんだ。行け、ダークリベリオン、敵を消し出せ。そしてダークリベリオン、エクシーズドラゴンのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを2つ使い、相手のフィールド上のモンスターの攻撃力をこのモンスターに吸収する。トリーズンディスチャージ、攻撃表示の変更。そしてサイレントブーツの効果を発動。サイレントブーツの効果によりファントムソードを手札に加えていく。そしてカードを1枚セットしバトルフェーズに行こう。行くぜ、行け、反逆のライトニングディスオベイ。うわかっけー。さあ、お相手の方、3連勝中いいだろう。貴様の連勝は俺が止めてやる。エクシーズモンスターの真の力見せてやる。俺のはリュウト、ファントムタクティクスを発動。ファントムタクティクスの効果により手札のファントムナイツモンスターを墓地に送り、デッキにファントムフォックブレードを手札に加えて、そしてダスティローブの効果によりサイレントブーツを手札に加えさせてもらう。そしてファントムナイツラキッドグローブを召喚。サイレントブーツはフィールド上にファントムナイツモンスターが存在する場合、手札から特殊召喚をすることができる。レベル3のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、あがろう。ファントムナイツ、ファントムナイツの旅人ダンテ。そしてダンテの効果を発動。ダンテの効果によりサイレントブーツを墓地に送り、デッキトップ3枚を墓地に送るぜ。そして墓地に存在するサイレントブーツの効果を発動。サイレントブーツ、いやでもさ、これサイレントブーツ行き過ぎだな。ファントムフォックブレードというのかよ。さあ、どっちがファントムフォックブレードか分かんねえようにセットするぜ。セットセット、これでターンを終了だ。さあ、お前のターンだ。ですね、まあダンテ君は別に固くはないんですけど、まあ、ファントムフォック、真ん中でお願いします。真ん中です。あ、よし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 、ファントムフォックブレードは守れた。ファントムフォックブレードは守れた。カード伏せるわ。伏せる。はい。カード伏せるわ。はい。カード伏せるわ。そんな伏せる？これ何これ？そんな伏せちゃう？そんな伏せることある？ダスティローブ来た。ダスティローブマジだねな。とりあえずダンテの効果を発動しよう。ダンテの効果でラキッドグローブ墓地を切りながら1枚だけ墓地を送りましょう。ちょっとあんまり落としすぎるとリソースがなくなるんで。デモンドチェーン、うわートップしたかったこれ。まあいいや、1回ラキッドグローブの効果発動。ラキッドグローブの効果によりファントム魔法トラップカードを1枚墓地に送ることができる。これによって、ファントムソードを墓地に送らせてもらうぜ。そして、ラキッドグローブを攻撃表示で召喚。ラキッドグローブじゃない、ごめん、ダスティローブを召喚。そして、墓地のサイレントブーツ、間違えた、ファントムソードの効果を発動。ファントムソードの効果によってサイレントブーツを特殊召喚。
もうちょっと頭が回ってねえな。もう深夜今あの3時ですからね、はい、頭が回っておりません。サイレントブートを特殊召喚させてもらうぜ。そしてレベル3のモンスターの時代でオーバーレイエクシーズ召喚、通らなそう、全然1ミリも通んなそうですよね。ですよね。ちょっと3クセはさすがに無理ですね。3クセはさすがに無理、まあ、こっちもファントムフォックレードあるんで割といける説はある。1500ダイレクトどう、プレイヤーに1500ダイレクトどうすか。これは通る、あ通る、なるほど、ここは通る。でターン終了。ファントムフォックブレードがね、まあ、ワンチャンあるんで、まあ、なんとかなるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、デモンチェーンみたいなもんですね、ファントムフォックブレードは。はい、ドローセンスローレベル、あそういうことか。ローレベルなんだこれ、ローレベルで何するの。バンリュー出た、対話拒否デッキや。これはねフォックブレードでね、なんとかこれをするしかねえ、これこうするしかねえ。ちょマジで再起されたら終わる。カナディア、オッケー、カナディアはいい。エレコやっべやべえかもしんねえ。これ融合されてからでよかったかもしんねえな。融合されてからでよかった説ある。これファントムフォックブレードの付け方一番下手くそだったかもしんない、世界で。やばい、終わったか。ちょまずい、破壊機の強がまずい、強がまずいって。強欲セットね、そこそこ強欲、それは強欲、強欲で、ね、手札なんだあれ、手札なんだ、手札バスタープレイだったら終わるな。とりあえず反転召喚どうだ、反転召喚はどうだ、反転召喚は許していただけるか。そして俺はレベル3のモンスターみたいでオーバーレネットは心地くエクシーズ召喚、戦場に倒れし騎士たちの魂現れろ、現れろ、ランク3ファントムナイツブレイクス、アイアイ、はい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 、そういうことね、そういうことしちゃう、そういうことしちゃう、終わったかな。終わったかな、終わったかな、これカードをセット、殴りに行くか、もうどっちにしても、どっちにしても殴りに行かないと負けそうだな。どっちにしたって貫通ダメージはあると思うんで、出てきたとしたらあの融合やつがこれぶん殴っていくしかねえ、でこれぶん殴っていくしかねえ、で多分追憶あるんで、まあ、これ何コスト、あそっちこっけ、宿命はまだいいや、ってことはまだバスターブレイダーがいないんで墓地に、まだ融合はされないですね、まだ融合はされない。墓地にバスターブレーダーがいないと破壊剣の追憶は、融合できないはずなので、これで、トップ引き中南をやめて、あ OK 大丈夫、バトルは了解。これはですね、これは使う必要ないですね。1800ダメージ食らう、でモンスター効果で装備する破壊されたモンスターを、はいはい OK、はい、そんな効果ありましたね、破壊されたモンスターを装備するって効果ね、それめんどくさいね、逆にされてぶつきた、反転召喚でバスターブレイダーが墓地に行っちゃうとなんかやばいの出てくるからやばい、あのモンスターは残して、あのモンスターを残しながらトリーズンディスチャージができる、ように持ってきまよ、つまりそういうこと、そういうスタイル、ダスティーローブを墓地の国、俺はダンってちょっと邪魔だな、こうしよう、ちょっとお前一回取っといて、でモンスターの、破壊されたからバスターブレードのここで破壊されたモンスターを装備できるという効果、まあ、それは別にいい、それは関係ない。で、ダスティーローブの効果、ダスティーローブはこのカードをゲームから除外すると、ラキッドグローブを手札に加えることができる、そしてラキッドグローブを攻撃表示で召喚、そして、サイレントブーツを特殊召喚、レベル3のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、これ1体ナイトメアシャーク入れてもいいな、やっぱこれ1体ナイトメアシャーク入れてもいいですね、ブレイクソード特殊召喚、ラキッドグローブの効果によって強制効果でセンターでアップするぜ、そしてブレイクソードの効果を発動、ブレイクソードの効果によりオーバーレイユニットを1つ使いフィールド上の、ブレイクソードを叩き割っていく、そしてブレイクソードを叩き割られたことによってダンテも叩き割っていく、叩き割られて効果発動、ブレイクソードの効果により墓地のファントムナイスモンスターをレベルを1つ上げて特殊召喚をすることができる、これによりダスティーローブとサイレントブーツは特殊召喚、まあそれは別にいい、もう全然いい、それはもう全然問題ない、1ミリも問題ない、上げる、そしてサイレントブーツを特殊召喚、
ワントもない。ダスティーローブを特殊召喚。ダスティーローブ。そしてレベルのモンスターの左でオーバーレンタが五色エキシール召喚。漆黒の闇より、グドンなる力に抗う反逆の牙、今降臨せよ、エクシーズ召喚、現れよラッキュン、ダークリベリオン、エクシーズドラゴン。そしてダークリベリオン、エクシーズドラゴンのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを2つ使い、相手フィールド上のモンスターの攻撃力を吸収する、トリズンディスチャージ。そして墓地のファントムナイツサイレントブーツの効果により、ゲームから除外することにより、ファントムナイツファントム魔法トラップカードを1枚手札に加えることができる。カードを1枚セット、バトル、いけダークリベリオン、エクシーズドラゴンの攻撃、戦場の悲しみと怒りを、反逆のライトニング、ディスオビー、デュエルで、いや、デュエルで、何笑顔で、ちょっと待って、やばい、助けて、ガチでやばい、ダークリベリオン出すけど、やばい、あと10秒は、これ、待って、反逆のライトニングディスオビーしてる時間ない、超うるさい、うるさい、待って、ちょっと召喚ムービー見たかった。召喚ムービーが見たかったけど、やばいやつだよ。無理、耐えんど、ちょっとやばい、あと残り1秒、耐えんど、ちょ、うるせえな、黙れ、サーチ、無理これがタイムレスコンボってやつだよ。やばいわこのデッキ。はい、でこうして、でこうだろ、でこことこれ割って、で出て、あ、出てこない、なんで、うわ、2体もいねえのかよ、もう無理だこのデッキマジで。ちょ、180秒で回せるデッキじゃねえこれ。